最後やっぱりどうやって幕府は崩壊していくのかという話ですね。で先ほどの小座さんの話は一気京都のこう基金とかそういった問題に抜本的に対処できなかった足利氏による応仁の乱への流れと。こちらは大名と将軍の関係から応仁の乱を見ていこうということですね。室町殿と大名の関係から見ると、 もともとは、室町の時代で言われたのは、両者の連携を骨格にして成り立っていった、つまり室町殿と対名と呼ばれる有力者たち、室町殿と対名、これの連携がメインであったと。その幕府体制が根本的に変質してしまって、戦国期の室町幕府に変質していくということですね。それはどういうふうに進んでいったのかと。 それにやっぱり足利義則から始めなければならないと。足利義則の独裁政治ですけども、くじびびきというイレギュラーな形で将軍就任したそのコンプレックスからか、私はこれどうかなと思っ、まああるんだろうな、うん、義満を意識した意欲的な政策を広げていくと。義則の政治に関しては慣例の権力の成長というふうな見方されてきたけども、 近年ではこの慣例の政治的関与を排除する意図はなかったというふうに見られています。慣、ま、例、あの権力がこうへっつられていったわけではない。吉しのプレゼンスとか大きかったのは事実だが、別に吉典は慣例をへつってやろうとか、関、え、連、ー、の力を削って将軍の違いをつけるとか、そういうことはやっていない。関連は慣例の、将軍はそこにあのよりあの関与を詰めていってるだけで。 関連の権力を削っているわけじゃないと吉典の前半にはこの室町殿と大名の連携というのがうまくいっていたんだがこの大名側の畑山三つ家あるいは大名田寺と吉典の間のま巡回数ができた満載こういった人らはんだと久家や大名の大名田の追放粛政が相次ぎ相次ぐと私実はこの 吉野流理前半はうまくいってたけども、後半はなんか独裁者を詰めていくっていうのは、まあそういうふうに見ちゃった、ちょっと単純であって、実際にはあの、三ツ谷万歳が死ぬ前から結構厳しいのは厳しいしあの、もうちょっと丁寧に見ていったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、あのまあ、例えば三門騒乱、影響の乱、そして一子教室連の暗殺など、そういったものを経て、 社会的にも非常に緊張した状態になっていくというふうに言われているとこういったものが結局柿津の辺に繋がっていくんですが柿津の辺で吉典が死んじゃったとその後のいろんな混乱柿津の特性域など柿津の地域ですねで、この赤松三菱の当然山の文字とよが活躍し山の文字と力が拡大していくという流れになります 赤松氏はなぜ過月の変を引き起こしたのかということですが、基本的に当時の対面たちは家の存立を守ろうとする意図がある。で、この赤松光輔もおそらくこの家の存立を守ろうと、まあ、逆に言うたら家の存立、赤松宗家の存立というものが吉野によって侵害されていた。桜英二さんのように、この赤松義政が、光輔の弟の義政が、 領募集されたとで、これが分与されたんですが、吉徳はこの時につ助の他に貞村とか、あの他の一門にも分与したと。それに激怒したとも言われています。で、どういうことかと言いますと、要するに崋山の安定的な継承を重視する観念があり、吉さんの所領というのは、 三輔の弟の分なんだから、その赤松三輔に与えられるべきであって、あの春日部流とか七条流とか、そちらの方に行くべきではないという、そういう意識なんですね。着死、単独相続、宗家の力が強くなっていく中で、こういう分流、所流といったものにあの分与した、その義則のやり方というのは。 三かららしたたこれは許せないものであったと三助に関してはこの義典がいろんな大名に加藤鑑賞していくとあるいは粛清されていくとそういう中の緊張社会全体は緊張感にあったのは事実であって定房親王の関門日記にも「覚悟を踏むの自説万人恐怖」ということがいろいろ書き連ねられていて伏見宮家の女房で 貞房親王の父親中人親王の、えー、側室であった東の御方が義典に追放されたその事件のあ記した後と貞房親王は赤松親条のことについて噂があると書いて赤松のことを心配してるねそういう中で赤松は精神的にも追い詰められたんだろうとまあこれあの義兄が赤松家を改役しようとしていたかどうかに関しては議論もあって 大門さんなんか割合、えー、まあ吉範が赤松に手を尽くしたけいうふうに言っ,たの言った気がするんですね。私は逆にあの、えー、吉範にはそういう意図はなかったんだが、赤松からすれば追い詰められるよねというふうに思っています。で、義範が死んじゃいました。吉勝と吉政 これ、あの、二代続けて主題名による選定が行われて、その結果、超越的な諸町との政治的な地位が交代することを印象付けたというふうに言ったものこれ、私個人的には、えと思うんですね。この格好をして、クにゃっとつけあのクエスチョンマークつけたのは、えいや、そのこと言い出したら、吉野井だって、吉持だって、対名によって選定されてるじゃんという気がするんで、あの、吉勝と吉政の問題っついうのは、 あの初代目によって選定されたことではなく、まだ子供であったことが大きいんじゃないかなとあの。逆に言うと初代目によって選定されてない室町殿って存在少ないよというキャスするね。例えば足利義和はそうだが、義和と義和に関しては、あの後継ぎを残せた義持ちが悪いのと、それから突然死んじゃった義則が悪いんだけども、という思いですね。15世紀の 中ボつうのはまあ一番そこだったんですけど、金、まあ、欠の変が起こって、で、まあ、これで代理が焼けちゃったと、その代理再建費用の負担などもあって、特製一土一が頻発することになっていくということについては、ラさんとの点でもっと触れといたらよかったかなとちょっと反省はしていますね。今度はちょっと心残りですね。まあ、今度、あのどっかでごはの天皇の評伝書ことだったら、今度はこちらの特製一の話はもうちょっとちゃんと書きたいなと思ってます。 まあいういう話としては分かりやすいですけどねあの室町の政治的な地位が後退したその結果吉津のは政治に対して意欲を持って頑張ったが失敗しはりましたというふうな話持っていきやすいんですねまあ吉津のは無気力な人間というふうに言われてきたわけですけども、まあ、近年の研究ではあこいつ結構前向きだよねと古典的な理解では吉政は無はて まあ、側近に任せてしまって、自分は早く引退したい、早く辞めたいという意識が強かったというふうに言われてますけども、まあ、実際には、吉正っつうのは相当程度、政治に意欲を持っていると、まあ、結構ひどいわなという話になってます。まず、第一段階は、この三間の政治介入ですね。この三間っつうのは、まあ、あのいわゆる側近ですね、今参りの局ね。 それから、あの吉さんの子供の頃の養い親である烏丸助と、それから、まあ、あの近所の有馬元家、えー、この3人が発言、まあの持つ。で、このさんまと対抗したのが、日野茂子ですね。まあ、どちらにしてよ、日野茂子と、それからこのさんまの対立があって、日野茂子、それから畠山地区に、再度が、 まあこの持ち国のにはさらにあのここのところに私はあの伏見宮家それから御畑の天皇をつけておきますけどもこういう様んの政治介入が終わった後は代理再建、えー、こういったものだとこの頃ろ嘉吉の土地一家などによって財政がは破綻しかけた幕府を立て直した伊勢定地下この伊勢定地下が今度はさんまに代わって吉政の、えー、右腕として活躍していくようになります。 伊勢定地下というのは、吉政があの将軍職を都合に決まった後とは、烏丸助党から伊勢定地下邸にあの場所を移して、まあ、伊勢定地下に養育されたと。で、この伊勢定地下の政治は、まず自社本序領の興行、自社本序領の興行というのは、まあ、あの復古であると同時に守護大名の権力抑制にもなるんですね。 名たち主語たちの権力を抑制するためにはこの実社本序料の興業というのは非常に意味があると。要すもともと実社本序料に収められるべき年貢を主語たちがこう取っている、これを元に戻したら主語たちの、あれを削減することができる。それから室町の再建、こういった実社本序料の興業と室町の再建、こういった形をやる一方で、 伊勢育ち家は大名家内部、あるいは大名総合の対立にあのいろいろ介入していきます。あのそれともうまをったりしながら伊勢育ち家をメインエンジンとする将軍震災、吉政独裁政治が、まあ、展開していくと。で、大人文明の欄へのプロローグということで、まず畠山ですね。 この嘉吉の変後の幕府政治の中で大きなポイントを占めるのはこの畠山家の家督であると。で、畠山家の家督、まあ、前あのこれは以前見ましたけども、この持国にあのちゃんとした子供が生まれなかったと。だからこの、つうか、もともとあれですね、持国が義則からにらまれて。 でこの餅長にったとところが、かきつの辺で、この持長が殺されちゃった後と、持国が復権したんだが、この義弘はちょっとあの母親の筋が難んで、この持富を後に告げたと。ところが、持富が死んじゃったし、持には義弘を家族に決めてしもったと。 ところが、えー、文字富派はこの安三郎を押し立て、安三郎は死んだ後は、松長を押し立てたということですかね。これはまあもう何回も言ってきたことなんですけども、1054年には本格的なお家騒動に広がり、八三郎派が義弘を追放します。で、この八三郎の幕には細川山名がおったんですね。要するに、まあ、津の変更の幕府政治というのは、 畠山持国による権力掌握、でそれを全強力にバックアップする日野重子、えー、伏見宮ダ田房信の御肌殿天皇というそういう関係になっているんじゃないかと私は思っているわけですけども、それに対する、えー、カウンターとして八三郎を押し立てたのは細川勝元、山名宗の吉政は義弘推しなんですね。 で、その頃山名は、吉政の怒りを買って没落し、吉弘が家督につきます。この段階では、山名と義弘というのは対立しますね。ところが、1058年、吉弘は調子乗りすぎて、上位を語りまくって、いろんな自分の害を通した結果、この吉弘は吉政の怒りを買って見捨てられます。で、吉政は八、八三郎を斜免。八三郎が死んだときは、政長が家督につくなります。 八三郎が遮命されたと、1160年には義弘が今度は没落します。で、義弘は当初、正國、えー、実はあの、えー、前回やったときは今回できないのこの正國、この人を義、えー、弘の有志にして、この正國に継がせたんですね。この吉弘を あの引き取りで正国に家督を譲渡したことに対して反発し義弘は自分の負った場所を自焼きして川路の国に忍びていきますまあその結果正長が家督につくとあの義弘は義弘討伐軍を組織されて義弘討伐軍と義弘は戦うことにな,るとなりますでこれは、えー、結構長い間続いたんですけども3年後義弘は義野に 没落していきます。で、この時、あれですね、義弘討伐軍には山田総勢も参加してました。で、もう一つのお家騒動として、芝市ですね。芝武衛家。まあ、芝持種と、 会場地、つうのは、戸隠市の家督介入をめぐって対立。まあ、持ち種が戸隠市の家督介入に積極的で、まあ、もともとこの芝持ち種、つうのは、あれですね、香川の守護士記を持ってた家なんですけれども、あの、香川の守護士を取り上げられて、戸隠市にあの回されてしまったということがあって、あの、芝持ち種、王の芝家からすると、この香川の守護士への欲望というのはガスガスなんですね。で、それでね、会場してはいらんことすなと。 ということですちなみにこういう関係ですね。芝義行の弟、義経の子孫がこの持ち種ですね。で、芝、えーまあ、武家はいろいろあって、義、え、経、ー、の死後、まあ、これはいたかどうかは実は分からないと。それり廃人したんですね。彼は廃人しちゃったと。義経はこのようだったんで、この義とがとっついたんだが。 後者に持ち去りも廃安にし、吉聡も廃安にし、吉武も廃安にしということで、芝生家に誰もいなくなっちゃったと。その結果、この大野芝家からこの義時を迎えて、最終的に吉武の有志、えー、にする形で、芝生家を継いだんですけれども、もともと持ち種と上智の関係が悪く、義、え、時、ー、が家督継承後は、この上智と義時の関係が悪くなっていく。 しかも、ここで悪いことに、吉政は上地を支持するわけですね。まあ、これは、甲斐氏の特殊性というのがあって、甲斐氏というのは、一方で、柴家の家災でありながら、一方で、室町将軍家の実機神でもあるという、そういう複雑な問題があったと。ここでは詳しく書いていませんけども、吉年は、吉政から、関東を助けてやれと、関東に出兵しろと、足利正友を背後から助けようと言われたのに、 それを無視して越前に突入していた結果、吉村さん怒りを買って吉氏、吉俊は大内のもとに没落していきます。シンクロを走るでもあの、えー、伊勢貞千佳がダメなやつだなと、もう少し渋い顔してますね、えー。松井さん述べてますね。 ここに関東の話が入ってくると、もうあの話がややこしくなりすぎるんで、そこネグレクトしてるわけそこはちょっとネグってるわけですけども、えー、1163年、日野茂子が亡くなったことによって、義年が斜面されます。で、1165年に上洛許可が出されました。この背景には、田地下の信玄が出と言われています。まあ、伊勢田地下は、会場地の娘と、当日は性質にしてたみたいですね。 でその会場地の娘との間もあのが着手定だむですけども、えー、この頃ろ、義、え、年、ー、の妻の妹と新たに結婚していて、この義利は、年さだちかが、まあ、1160年代後半、半ば頃から急速にこの両者は接近すると。でその結果、義利が罷免されると。で、この。 柴吉門の罷免に対してはもともと吉門と親しかったこの山名宗前一色義直それから時篠織らが反発しますで勝本っいうのはまあ義との関係も深く浅くなかった一方で山名との20年にわたる同盟関係もあって勝本はここの問題では両にみとりあえずまあ中立をまあ保つと。 もう一つは、将軍の孔子門ですね、浄土時議人を原則させて吉見とする、これはまあ,あですね、富子の妹との婚姻、吉,吉久が生誕するという、この流れはもう有名ですけども、まあ、この時に、富子による宗前との連携という、そういう通説があったわけですが、実際どうなのかというと、吉久が生誕した後も吉見の位置づけは変わらない。だから、現在での有力な議論は、富子は無関係である。 トミコさんこの問題には一切勘でないというのが現在ではどちらかとは有力説になってますね。桜井栄二さんはこれに対してものすごく批判してますけどね。いや、トミ子は関係あったやろうと。これは家永淳二さんが言い出したことであって、大人気はこれはあのトミ子を悪く書いたもんであって、トミ子は実際は無関係だったと。で、もう一つ注目されたのは、吉見さんは、 この書うのは吉政の所領ではなく光明の所領です。給料を引き継いでいると。光明の給料を付加させてそれを吉見に与えているということは、どうも吉見というのは中継ぎであったらしいということなんですよね。だから吉政の構想としては、吉政、吉見であの北山との吉光と吉持の関係、この政治を付加させると。だから吉政というのは引退して、 芸術に行きたかったからよしみを現存させて殴って要するに大御所としてより高所からよしみを貢献する形であの実権を握りたかったとだからまあ極端に話を言ったら、えー、吉松田は室町殿を超えた北山殿を目指したのかもしれないというふうに言われていますところが1666年伊勢忠近が吉しを暫言します これは定近が吉久の言い係りであったことから、吉見が将軍になると、そこから吉久に戻ってくるかどうかは分からないと。だから早く吉見を排除して吉久との直接つなぎにしたいということを定近は考えていたと。ところが諸大名が吉見を支援したために、定近、義俊、疫刑、信ずりは失脚する。これは文章の制片ですね。 これによって、吉政新請は、えー、頓挫します。要するに、吉政新請をさた、れこの伊勢育ちと、それから、あの、既景親髄であって、両腕がもがれた結果、吉政新政治つうのはもう頓挫したと。細川、えー、山名を中心とする大名の連合体というのが、まあ、幕府の実況に来たんですけども、それの名手として、吉見が出てくる可能性も出てくると。こういうややこしい状況の中、 吉宗の,の許可を得ない吉宗の上落を宗前が支持したことで一貫して正長を支えてきた勝本と宗前は決裂します。で、これに関してはいろんな議論があって実は結論が出てまたなぜ宗然を裏切ったのかそいのは実は分かっていないと。まあ、よく言われた幕府制の労弾を望む。要するに権力を握りたくなったんだろうと。 玉虫色の勝元の勝姿勢に不満を抱いたいろんな問題で勝本というのは将軍・吉間さんに対してはっきりと反発しなかったと。でそういう勝本の、えー、姿勢に不満を持ったとか「まあ、義弘と以前から連絡取れないの?」とか「河内の戦いで戦った宗膳と義弘だけどその時に義弘の戦上手に宗膳が掘れ込んでないか」とかいろいろあります。 上五郎氏の戦いで勝本は忍耐が限界に達したというふうに言われています。これうのはあの上五郎の戦いでは、義政は、義弘と松永の死闘に一切手を出してはならんと言いながら、義弘に千葉吉門、特にその吉門の部下でった朝倉隆景が松永を押し込んだと。 で、これで、やあ、弱虫言われた勝本は忍耐が限界に達し、騒、えー、然との全面戦争に向かっていたと。これが応仁の乱であると。1167年には、この5月26日ですね、武田信方による一式吉直径の種類から応仁の乱始まります。応仁の乱で、堀、櫓、せい楼などによる自衛、いわゆる構えというものが京都市各所に作られていて、その結果、 乱は長期化するとなかなか落ちなくなるわけですね。一気にぶわーやって焼けてまえばええんねんけども、なかなか落ちないと。で、開戦当初はそれとも東軍が優勢だったんですけども、わずか半年で大路正弘が上洛してきたことで、西軍が優勢に移り変わります。勝本はごはなどのご堤門を取り込んで、吉見は出奔してしまう。これ同じ日なんですね。ごなどのご土味方でやってきた 直前に吉見は出本してますで、これに関しては理由は不明です吉見がなんであの稲垣さんとかは理由不明ですあの想像として言われているのは東軍の総大将だと吉見は非常に厳しく西軍に対して対応した吉政というのはどっちか言ったらあのなんとか西軍と仲直りできないかなというような雰囲気だったんですけども吉見はとりあえず総大将としても毅然と対処したんだが政宏がやってきたことでビビってしまったと 今年上洛してきたんですが、定地家の復帰、伊勢あの自分を手殺す伊勢定地家の復帰によって、西宮は西軍に行っちゃいました。その結果、西幕府が成立し,ましたこのまましばらく西軍優位のまま進んだんですが、171年、朝倉高家が寝返りたことで、東軍は再び優勢になります。その頃から、早苑と本台で,では阿武交渉が行われますが、 大内政宏とか畠山義弘、畠山政長、赤松政則、こういった人らが反発し、うまくいかずに両者は死んでしまいます。結局、総前の孫である山名正豊と細川政元の間で単独講和が行われます。同年には足利昭将軍についています。まあ、これに関しては、あれですね、義久を将軍にすることで、義身の将軍の目はなくなったと。 だからまあ単に吉、吉政がもうつっかれたというよりは、吉井に対するメッセージなんですね。と言われてますね。要するに吉井将軍の目はなくなったと。事実、吉久が将軍になったことで、もう何にも動揺も起こらないと。吉尚のプレゼンスは存在してないということが明白なり。 1七7 0年には日野富子の仲介で、大内政弘が斜面と文国安堵を経て、この主力である大内政弘があの降伏したことで、西軍はあの解体、崩壊します。吉見は美濃の国に亡命。翌年には、吉見と吉しも手打ちにします。とないうにます。で、畠山義弘は河内に下っていって、正永と戦い続けると。乱終結によって、 西軍大名は文国に下校していきます。彼らは敗北した側ですから、京都から出てきます。東軍大名も不安定化する文国経営のために在京することが減っていく。芝義助、畠山正長、赤松正長はもうあれですね、終わりの国に行っちゃった芝義助、それから畠山正長。 尊美が、尊美終わりに行った,た柴吉を吉続け、河内に行った畠山政長、張間に行く赤松正則、その中で一人は、細川政元だけは在京を続けます。彼は摂丹波という京都の近郊を文国したために京,京都に続けるわけですが、この政元の在京と政元は権力を振ることで、政元とあの将軍、新政を務めする足利式とのは全体が起こり、名誉の聖変になると。こういう中初代名の 常住が困難になったことによって室町殿大名の統治の崩壊が行うこの室町殿と大名の共同統治というシステムこれは室町殿が大名に対して守護職の利権を保障すると。 でそれによって家が発展していくというそういう側面あったんですが、一方で在京に関して、たまた負担も伴う。例えばまあ経費の問題、さらには足利氏のに代表されるように家督介入を受けるリスク、あるいは親族関係が、例えば将軍側近の赤松に典型的なんですが、赤松光政や赤松 貞村といったこういう諸流たちが将軍に独自に取り込まれていって非常に親族関係を複雑化していくそういう在京に伴うプラスとマイナスあの嘉吉の変によって将軍の室町殿の存在感が大きく変わってくると大名はこれを今まで選べなかったこれの天秤に駆け出すんだと独自の動きを始めるんだと。 吉政にかけていたものというのは、この室町幕府の存立構造、つまり大名が京都に安定的に在京できる条件を整えてやらないといけなかったのに、吉政は家督介入とか、争いをあおったりとか、親族環境をこう増や化させて、守護、うん、の力を襲おうとしたりとか、そういったことをまあやろうとした結果、 したそういう想像力をかけていたんではないかというふうに松井さんは言っています。で、私の個人的な意見なんですが、多分これは義政だけじゃなくて吉則にもかけており、吉則と吉持の違いというのは、多分吉持はこの室町幕府の存立構造というものをしっかり理解していたんでしょうね。で、義則というのは多分それを理解していなかったと。そこが多分吉持と吉則の違いであって、吉則の違いであって、 を引き継いだ、吉政は当然同じにな。吉政と吉典の,の違いというのは、まあ、一般には吉典はもうや決めたらもうこれでガツッと次進むとつうなるけども吉政はそこのところをふら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 としちゃうというそういうことが指摘されてますけども。 ただあの、この吉政も吉典も、あなるほど、山津井さんのこの本で思うのは、あ吉典もこれかけてるんだよ、要するに吉典にかけてるのこれだよねという気持ちになって、ああ、なるほどなと、えー、松井さんの本でもうそう、そういう意味では非常に勉強になりました。で、えーまあ、次回以降の予告を一応しておきますと、戦国期足利将軍研究の最前線、これをまあ取り上げていきたいと思います。というのは大名が 京都にいるという守護在教制、これが大事なんや、はい、ということなんですね。そうですね。このメリットをきっちりとやった上で、守護出戦とか、そういったものをちゃんとやってやる必要があったのに、そこのところ、吉則さんはいらんことしたし、吉政さんもいらんことしたと。 そこを理解しないということは、義政が北山軍を目指してもダメだったということですか。そうですね。実は義満はうまくやったかなちゃんとあのきっちりとやりきったのかな義,義満は。山梨の家督介入には確かにやってるけども、山田時博にはきっちりと迎え入れてまあ、義満ってはうまかったんだろうな、そういうのが。 世界史やってると疑問に思うんですけど、問題上に出発した室町幕府と朝鮮と明で、なんで日本だけが崩壊そもそも朝鮮と明は崩壊してませんもんね、政権は。そうなんですよね。日本だけですもんねほ、崩壊しちゃったのは。うん。<laughs> 誰が悪いんだろうというと、赤松みつつけなが気もするけど、吉本がちゃんと子供作らへんかったから。まあ、あ、それが一番悪いかな。 でよしのりが結局、そういう想像力を書いて、よしのりよしまさ書いちゃって、まあ、よ,しよしのりが殺されたも、スタッフたちの自業自得言うてけど、まあ、殺されるようなことやってんだろうな。よし,よ,しよしかが死んだのはしょうがないとして、その時にあに子供が何人かいればね、バトンタッチできないわけでしょ、うん。そうですね。うん あるいはあの子供があができないったら、もうあの早めに弟たちをちゃんと誰,誰にするかちゃんと決めておく自分で。ああそれを仕事大名を根回しする。で、将軍につけて室町殿どとして、ある程度バックアップして、うん、政治的な経験積ませてとそうそう、あの吉正さそれでじゃなね、吉見に。多分ん吉正は多分、吉本に対するあの反省から、たぶん。あの 早めに吉見を減存させて、であの政治的な経験も積ませて、あのちゃんと謹慎集団も作らせて、さらに細かく元のバックアップをつけて、で朝廷での,あの自分とごはんの関係を今度はご寿美どと吉見の間にスライドさせるようにしてと、結構頑張ってるんですよね、そこまで義典も大変ですよね、お寺から突然帰ってきて、お前、将軍やれって言われても。 うんね、それまでのノウハウも何もないんでしょ彼は、うん、そうなんですよ。しかも近親集団もなければ、あのそう,いう知り合いつつがもう、たぶ朝廷との関係はそこそこあったと思うけども、天台座だったから、多分守護大名との関係がほとんど作れてないから、多分一から作らないの大変だったんでしょうね。その辺そうやな吉見の状況、吉政と吉見の関係と比べてみたら、 あの吉野理さんの振動さってわかるあのなんかより浮かび上がる気するな。で次はその室町将軍の最前線です。ということは高槻から行くということですか。こっちら吉久からです。九で吉久から十で吉記まで。実際にはこちらの方がさっきに出てるんですけどもこの戦国記の方がこっちら先で出ててこれはあの、えー、いつやったかな。二千二十年にこれ出版されててまあ時代的たら 1かららがこちらで,で今日義政まで行ったので、次回は義久から行くと。そうですね。一応、見出しっつののはあれですね、旧田義久から上代義明の実像から天下統一聖戦な謎を解き明かす。安定期室町将軍と戦国期足利将軍とチャーゲですね。天下統一戦国時代と何か続くことを見ていけるよという話ですね。